はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、うま辛タンメン本丸さんという通販サイトでラーメンを買わせていただきまして、購入した商品がこちらでございます。炎のリミックス、こちらが3食分と本丸のカラフトを購入させていただきました。今ね、本丸のリミックスの方がラーメンなんですけれども、こちらの本丸のカラフトというのが丼物の辛いあんになっておりまして、でそれに合わせてね、いろいろちょっと具材を買ってきましたんで、今回はそれと合わせて食べていこうと思います。で今回ね、買ってきたメニューが温玉、味玉、うずらと、ネギに納豆で、刻みネギに炒め野菜として、もやしミックスを今回は用意しました。今回切るのはこのネギだけですね。白い部分を使って、細ネギ、白髪ネギっぽいような細いネギをね、ちょっと切っていこうと思います。はい、今日切るのはね、これだけでございます。今日はね、メニュー少ないんで、寸胴もね、すり鉢も出番はございませんまずはこの圧力の方でね、湯煎をしていきますんで、リミックスのスープを投入しまして、お湯が多すぎまして一旦捨てまーす。いいよ。そしたらこれでお湯を沸かしていきます。はい、そしたら今ね、湯煎したスープと丼のあんは温まりましたんで、これは一旦またね、麺を茹でるようにお湯を継ぎ足して再沸騰をさせていきたいと思います。再沸騰を待ってる間に、本日もこちらを。はい、そしたら今お湯の方が再沸騰しましたんで、麺を投入していきたいと思います。麺はね、こんな感じですね。こちらの麺の茹で時間がね、6分から8分ぐらいなんで、今回はね、6分で茹でていきたいと思います。はい、6分スタートと、しっかりと混ぜながら、この間にちょっと野菜を炒めていきたいと思います。普通はね、もやし、クタクタのやつでもいいんですけど、今回はね、ちょっとシャキシャキの炒め野菜を合わせたいと思います。まずは、ごま油と、炒め野菜を。ね、ほんのり味をつけたいので、こっちに、ニンニクと、ちょっぴりお醤油を。その間に、ご飯を持ってきます。そしたら先に丼の餡をかけちゃいたいと思います。うまそう。はい、茹で終わったら麺を移して、よいしょ、麺移して、これ全然スープ入んない、臭いな、やっちゃいましたそしたらスープをザッと、炒め野菜を加えて、白髪ネギをドンと、うずらと、味玉を、ネギを上からザッと、こっちもね、まんべんなくかけてあげて、納豆をど真ん中にドドンと、温玉を、いいよ。はい、で今こんな感じで両方できましたんで、向こうに持ってって食べていきたいと思います。はい、ってことでね、今こんな感じでメニューの方が完成して、こちらの部屋に移ってきました。めっちゃうまそうな匂いがしてるちょっと僕辛いもん大好きなんで、もうちょっとよだれがね、止まらないんですけど、早速ね、食べていきたいと思います。いただきますと。器小さすぎてスープが入らなくてね、多分ね、スープは足らないんだけど、量的にはうまーいめっちゃうまい。
行かないと。いいよ。やばい、みつみつすぎてちょっと麺がほじれない。いやくしゃ。いや、麺こんな感じ。いしゃ。超濃厚。豚感がすごいね。うん。あ、炒め野菜にしてよかった。うん。うん。なんだろう、なんて言うんだろう。いろんな味噌実際は使ってるんだと思うんですけど、やっぱね、豚骨のマイルドさが際立ってて、あの白味噌のまったりこうまろやかな感じ、やっぱねベースはね、まあ辛いのは辛いんだけど、豚とね味噌がベースなのでめっちゃうまいね。これ本当に味噌かな、ベース合ってるかな。ね、見た目的に知ってる人はあれって思うお店もあるかもしれないけど、ちょっと違くて、てかちょっとっていうかもう全然違う。どっちかっていうと濃厚の辛味噌豚骨みたいのに近いのかな、感覚で言うと。ちょっとこちらのホムラの辛太も食べていこうかな。ちょっと見えるかなこれ。うまそう。よっこしょ。うん、ああ濃い、うまい。うん、辛さもねしっかりあるし、ちょっと味付け違うのかな、うまい。うん、2つともね、辛いものが苦手な人にとってはめっちゃ辛いと思うんだけど、辛いもの好きにはちょうどいいとか、もしかしたら物足りないぐらいのいい感じのレベル、どっちでも食べられるような、まあ辛いのが苦手な人にはね、あの卵をトッピングしてマイルドにしたりとか、辛さが足りないって人はまあ唐辛子とかをね自分でセルフトッピングして追い辛みって言えばかなをしても全然いいと思う。見えるかわかんないけど、見えるかなこれと、これ温玉をよっ、うまそう。これにちょっと納豆も絡めて、ちょっとね見にくいけど、もう絶対うまいやつなんだよね。絶対うまいやつだった。やった、間違いないね。うん、ちょっとスープ減らした分、これ急いで食わないとやばいわ。もうちょっとね、まぜそばみたいになっちゃってる。でもやっぱね、こう食べ続けてると唇はねかなりビリビリしてくる。ちょっと味玉ちゃんも、辛いもの好きな人は絶対に食べた方がいい。うん、ちょっとこれ追加でよいしょ。
オンタモ。いや、オンタモを絡めてと。うまい。ちょっとね、この味付けにはこれが欠かせないかもしれない。合う。うめ。カメラ越しで伝わるか分かんないんだけど、やっぱね、唐辛子すごい入ってて、もう新陳代謝がね今爆上がりしてて、汗がね止まらない。いや、辛いもの食べてる時ってこういうのがいいよね。はあ、なかなか辛い。そしたらちょっと味変にごま油を丼の方にね、かけていきたいと思います。いい香り。うん、うまっ。このごま油の味変ね、ちょっとやってほしいかも。もともとね、味が濃いめなんで、最初からかけちゃうと後半ね重くなっちゃうかもしれないんですけれども、それこそ中盤とか終盤ぐらいの時にごま油かけていただくと、結構ね香りとかも一気に引き立って、またね食欲が湧いてくる感じなんで、ぜひねこれは試してください。てかちょっと待って、汗止まんないんだけど。あっち、あ、あ、飲み終わっちゃった。ああ、こっちの丼の方は完食でございます。びちょびちょじゃない？大丈夫？はい、こちらも完食でございます。ごちそうさまでした。はい、ということでね、今どちらも食べ終わりました。両方ね、めちゃめちゃ美味しかった。まあ、僕もね、辛いものが好きなんで、家でもたまにこう料理で辛いもの作ろうとしたりするんですけど、なんかね、こう納得いくものが作れなくて悩んでたんですけど、これがね、家で食べれるんだったらもうこれでいい。ぐらいめちゃめちゃ美味しかった。またね、今回買ったこちらのメニューの他にももっと辛いのもあったりとか、いろいろね別メニューもありますんで、ぜひ一度ね概要欄に記載してあるこちらの旨辛タンメンホムラさんのホームページをぜひご覧ください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね、シャワー浴びてきます。